プーチン大統領は続投すれば最長2036年まで政権が運営できる超長期政権となっているロシア。思えばソ連時代ではスターリン、もっと遡ればプーチンが尊敬してやまないピョートル大帝と、ロシアという国はなぜ一人の人間に権力が集中し、それをロシア国民を歴史的にも受け入れていくのか、その背景を知るためにはなぜロシアは西洋に比べて発展が遅れたのか、これを考える必要が出てくる。ロシアが西洋より遅れた理由？その理由の一つに、ロシアはモンゴルに支配されたという闇の過去を持っているんだ。このモンゴル支配期はロシアにとってはあまりに暗黒で、モンゴル民族を指すタタール、牛の首につなぐ首輝からタタールの首輝と呼ばれ、ロシアの自由を奪われた暗黒期として認知されている。ではこのタタールの首輝をどのようにしてロシアは乗り越えてきたのか、そしてそれがスターリンやプーチンのようになぜロシアは専制体制を受け入れるようになっていくのか、歴史の流れから現代のロシアの思考回路を見ていこう。ゲルマン民族の大移動が起きた3世紀ヨーロッパ、ゲルマン民族が西洋を作り、どけ西ローマ、スラブ民族が東ヨーロッパを作る。さあ行くぞ。そんなヨーロッパ世界に入り込んだアラブ勢力、聖地を取り返せ、えらいこっちゃ。これが黒海から地中海へと交易ルートが変わり、みんな来なくなっちゃった。黒海を生業としていたロシアの始まりとされるキエフ大公国は分裂する。独立じゃい。さあこの独立しまくった国たちの誰が世界を支配するんで？俺だろ。そこで現れたのは世界の支配者、モンゴル帝国だ。さあどんどん征服しなさい。え、お前やるのか。やっちゃうぜ。突如現れたモンゴル帝国は次々にロシア各地を支配、最終西はポーランドにまで侵攻していく。こいつら化け物すぎる。この悪魔のようなモンゴル帝国はロシア地域にキプチャクハン国を建国する。恐れおののけ、このモンゴル帝国に。どんなもんだい。なんてこった。ここはキエフ公国が分裂し独立した一国、ノブゴロド共和国。このままモンゴルに全て奪われるのか。このノブゴロドの土地も、僕らがビザンツ帝国から授かったギリシャ正教会という教えも。バチコより、全て。あ、待って。あ、宗教はさすがに奪えんよ。信じたいもんがあるなら信じ。え、あ、そうなの？なんで？いや、うちの帝国アホほどでかいやろ。ここで宗教の多様性を認めんと、それぞれの国家で宗教の対立が起きてまうから。あんたらロシアの宗教や文化に関しても寛容的に受け入れたるから。はあ。そんなモンゴルにロシア地域が支配される中、東のヨーロッパから、ポンポン十字軍じゃい、俺たちのキリスト教ローマカトリックを受け入れろ。ええ、我々キリスト教と隣接する異教徒は征服せにはならん。てかカトリック教会の異教力を拡大させたいんじゃ。俺もキリスト入った。くそ、モンゴルでなんとかなったけど、もうこのノブゴロの地であるギリシャ正教会は今度こそダメなのか。ふざけるな。おお、撃退した。すげえ、何者だ。彼は後のロシアの英雄となるアレクサンドル・ネフスキー。このカトリック勢力の拡大により、バルト地域の多くはカトリック化していく一方、ノブゴロド共和国のネフスキーが北方十字軍を跳ねのけたことで、ロシアはギリシャ正教会の信仰が守られた。これはロシアが西洋文化に染まらず、ロシアという独自の文化を形成していく重要な展開でもあるんだ。すごいぞネフスキー。そんなネフスキーはあのキエフを作ったリューリック朝の一員でもあり、ここからリューリック朝がモンゴルに対抗するように台頭していく。行くぞ。そこで現れたのが英雄ネフスキーの孫、イヴァン一世。彼は現代のロシアの首都モスクワにて朝政権を持ち、力をつけていた。金よ、金こそ力だ。キエフが分裂しまくって今だからこそ、このモスクワから大公国と呼ばれるまでに一気に成長させるぞ。イヴァン一世によりモスクワ周辺諸国を次々に併合していく。なんか最近モスクワの動きが目立ちますね。あくまで我々の支配下なんだから。さらにイヴァン一世の孫のドミトリーがモスクワの名声を高める。おい、モスクワのドミトリー、最近調子乗ってんじゃねえか。ここの戦地ドンガワで決闘だ。つらかずや。お前こそ調子乗んだよ。え、ちょ、マジ？すげえ、ドミトリーがあのキプチャクハン国のモンゴルに勝ったぞ。ドンガワで勝った英雄、ドンスコイだ。てかモスクワ公国ってすげえ、キエフの生まれ変わりだ。おー、デュリックの血が騒ぐぜ。なんや、一回勝ったぐらいで浮かれんなよ。
その後もモンゴル帝国の支配は続いていくが、このドンスコイの勝利はタタールの首引きからの解放への道が開けた瞬間でもあった。こうしてロシア地域でどんどん拡大するモスクワ公国、そしてドミトリー・ドンスコイのひ孫にあたるイヴァン3世でついに大きな転換点が来る。それがビザンツ帝国の崩壊だ。度重なる戦争とアラブでオスマン帝国という怪物が現れ、いよいよビザンツは終わってしまう。イヴァン3世よ、お前のところのモスクワはどんどんでかくなってえな。いえいえ、我々に正教会を教えてくれたビザンツ帝国様があってのモスクワですから。ちなみに一つご提案いいですか？あ、なんだ？あなたのメイと結婚させてください。いや、だいぶ急な提案やな。こうしてモスクワ公国のイヴァン3世はビザンツ帝国の皇帝のメイと結婚。そしてビザンツ帝国に嫁いだんだから、俺がザーリー、俺ザーリー、俺ザーリー。わ、ザーリーなんすか？ザーリーってなんだよ。ザーリーとは皇帝を意味し、それまではローマ皇帝、その後継のビザンツ帝国の皇帝がザーリーという存在だった。しかしイヴァン3世は弱体化するビザンツ帝国を前に、自らモスクワ、今のロシアの皇帝ザーリーと名乗り出たんだよ。そしてビザンツ帝国が崩壊と同時に崩壊したよ。いいか、ビザンツ帝国の正教会は崩壊しても、モスクワである我らはロシア正教会としてやっていく。ローマカトリックとは反発していくんだ。なに？東ローマであるビザンツ帝国を引き継いでいくように、ロシア正教会としてローマカトリックとは一線を引いていく。うわあ、もうモスクワ誰にも止められねえ、こっちに来るぞ。モスクワ公国はキエフ大公国を取り戻すようにノブゴロド共和国などを併合。いいぞ、帝国形成まであと一歩だ、行くぞ。そしてついに敵念の恨み。モンゴロ、あのモンゴロ倒したぞ。弱体化していたモンゴル帝国に完全勝利したモスクワはついにモンゴルから独立を果たす。やったぞ。まあこうやって北方十字軍であるドイツ、スウェーデンやモンゴルなどロシアの土地を奪おうとする敵が現れるたびに、ネブスキーなどのヒーローが現れる。これが気候としての寒さでも、地続きで攻めやすいという地政学の意味でも、過酷な地域ロシアにとってヒーローが全てを解決するんだ。そしてツァーリーというロシア正教会への信仰も相まって、ツァーリズムと呼ばれる専制体制をロシア国民は自然と受け入れていくんだよ。これがロシアの思考回路となり、後のスターリンや今のプーチンへとつながっているんだよ。ヒーローへの信仰によって王様のような政治を選んでいくのか。まあもう一つ特徴を挙げるとしたら、次に現れる皇帝がロシアの政治をよく表してるのかもしれない。それが琉璃朝を断絶させる雷帝イヴァン4世だ。雷帝イヴァン4世。私の代でモスクワを東側にも広げた。モスクワは圧倒的な力を持っているはずなのに、バルト海へ出るための戦争で全く戦況が良くない。ここ絶対行かせない。なぜここまでうまくいき、バルト海だけうまくいかない？まさか、身内に、裏切り者がいる。絶対そうだ、裏切り者がいるんだ。これは秘密警察、オブリーチニキを作れ。怪しい奴を次々に処刑だ。圧倒的に領土を拡大させたイヴァン4世だが、裏切り者を恐れ、秘密警察先駆けとなるオブリーチニキを創設。次々に役人は処刑され、ロシアとしての発展が一気に遅れていく。助けてくれ。このオプリーチニキにより、雷帝イヴァン4世はツァーリーとして思うがままの政治を行っていった。しかし、イヴァン4世がいなくなると。ふざけんなモスクワ、もう琉璃朝でツァーリーを名乗るな。うわ、もう統治できねえ。モスクワは帝国目前にして混乱が起き、キエフができてからの琉璃朝はここで途絶えてしまう。そしてロシアは動乱時代を迎えることになるのだ。強烈な力を持つ専制政治、しかしその巨大な力がなくなった時、革命の嵐が起きるのはモスクワ公国だけでなく、スターリンのいなくなったソ連も、そして今戦っているプーチンも同じなのかもしれない。